わかるかな。どうもイズログです、今日はこれジャンクフードのお店に来てます。うん、大丈夫、載せないから大丈夫。ジャンクフードの元おでんバーのジャンク、おでんバーからジャンクフードになったあのサルスベリに来てます。でサルスベリ名物のこっちこのたこ焼きハンバーガー頼みました。だから来ました。これ本当にね、たこ焼きがずしって入ってるからさ、これすごいよね。まあ滋賀高原のグルメらしいけど、ちょっとこれが動画で撮れて俺は嬉しいです。ではでは。ゼロ円。気持ち出すから気持ち。はい、いいっすよ、撮ってますよ。あ、回ってる？はい。じゃあちょっとこれたこ焼きバーガー、サルスベリのこれたこ焼きバーガーなんだけど、頬張ります。第一口、はい。めっちゃうまい、めっちゃうまい。いいっすか？うん、いいよ。いや、うまい。これうまい、マジうまい。俺の顔を映してくんないかな。え、映してますよ。映してる、映ってる、映ってる。顔が一番映ってますよ。むしろ顔しか映ってないから。いや、うまい。いや、これマジうまい。たこ焼き、たこ焼き、うん。たこ焼きバーガー、カロリーも価格も1500円らしいよ。1500カロリーらしいよ。これ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 。ちゃんと宣伝するから。ありがとう。マジうまい。マジうまいから。これ超うまい。まあいいよ、こんな感じで。いいよ、大丈夫。これ動画で見てる。動画。あ、動画か。はい、動画です。いや、これがヌテラだよね。ヌテラです、うん。ヌテラのパフェをちょっと可愛くおりちゃん頼んでみました。はい。いや、うまいこれ。いや、マジうまいこれ。なんかジャンクフードカフェのステラじゃねえや、ヌテラ。クレープ超うまいわこれ。リゾバしてるっていう感じ、最近感じだけど、まあ一応これ半月後に、はい、楽しい思い出とともに、あの、外ごもりプレイス作っていくんで、まあちょっと、見守ってみてください。はい、ありがとうございます。終わり。